東原敏郎は日本の実業家。東原高山代表取締役社長。札幌番系代表取締役社長。太陽育成会理事長。北海道深川市生まれ。札幌光星高等学校を経て、1966年札幌短期大学小学科卒業。当初はトランペット奏者を志していたが、22歳の時に父が急逝し、 家業の土建業を継ぐ。しかし、結局会社は2年後に倒産してしまい、昼間はダンプカーの運転手、夜はススキノでトランペットを吹き、夜中に、またダンプカーで土砂運びという生活を30代後半まで続けた。1988年パチンコ産業の太陽グループ代表取締役社長、太陽流通代表取締役社長。 1994年、東原高山代表取締役社長。2000年太陽育成会理事長。2001年 NPO 法人理事長や太陽、グループボランティアチーム理事長も務める。他に、北海道少年の式野球連盟名誉会長として、各種スポーツや文化活動を支援している。函館市のちづくりのためのふるさと納税として1億円を、 寄付した功績により2020年に本樹法賞を受賞。実定はミュージシャンのジミー東原。バンドジミー東原オールスターズのメンバーとしてトランペット奏者としても現役で活動している。ありがとうございます。